日本人がカニを食べてたら無言になるみたいな感じで、スウェーデン人がザリガニを食べると食卓が無言になるらしい。ストックホルムとはスウェーデン語で丸太の小島を意味するそうです。人口約75万人、北欧のベネツィアとも言われ、水の上に浮いているような景観を持つスウェーデンの首都。はい、どうもヒーローザサイです。オスロからスウェーデンの首都ストックホルムにやってまいりました。はい、ということでここはトラムセントラルステーションで、この駅前からこの通りがドロットニング通りって言って、ストックホルム一番のメインストリートです。ちなみにスウェーデン発祥のファストファッションといえば H&M、 あともう一個有名なのは IKEA、 車で言うとボルボが有名です。そんな感じでここはヒョートリエットっていう駅です。後ろに見える青い大きな建物がストックホルム出身の超有名人の一人に、ダイナマイトの発明家アルフレッド・ノーベルさんがいて、ノーベル賞の授賞式は毎年このコンサートホールで行われるらしい。ここがコンサートホールの裏側になるんやけど、こっちに見えるのが青果市場です。おお、これはザクロじゃないか。なんかすげえな、紫のニンニクみたいな果物かな。このキノコすごいな。どんなんなんやろ。How much is this? 200. 200? Yes. Ah, okay. How many grams? 1 kilo. 1 kilo? めっちゃ多いわ。この市場の真ん中にあるヒョートハーレンっていうショッピングセンターです。ネットにはここの地下にデパ地下みたいな感じでフードコートなんかな、なんかそういうのがあるみたいで、市街地で食べるよりもここで食べると値段の割にはめっちゃ美味しいっていうことが書いてありました。なんか生姜みたいやなこれ。生姜めっちゃ美味しいやんこれ。砂糖で漬けてるっぽいな。味の濃いジンジャーエールの炭酸のない感じの味。え、すげえな。何これ、クコの実みたい。うわ、サクサクやん。口当たりはアーモンドやねんけど、後味に干し柿っぽい甘みがふわっとくる。デパ地下楽しい。うわー、おいしそう、サーモン。おお、ザリガニか。 How to say? クラフト。へぇ、Are you Swedish? Okay. You like that? Yeah, sometimes I They already cooked, they got the sauce. Yeah. Kilo, 1 kilo. Kilogram, 620. Yeah. Thank you so much. 690ってことは7500円ぐらいになるんかな。でも1キロってほんま多いな。I wanna try this one, but 1 kilogram too much for me. One piece or two piece? How much? It's smaller. How much is? 35. Okay. I will try and take away. Okay. Yes, please. Yeah. Oh, thank you so much. 1個350円です。なかなかいい値段。じゃあ、このザリガニを食べてみたいと思います。うわ。すげえな。小学生ぐらいの時によく捕まえてたこいつを食べる日が来ると思わんかったわ。どうやって食うんやろな。かじるか、とりあえず。あかん、全然殻が硬いです。うん、なんか塩茹でしてちょっとお酢っぽいもんで味付けしてる感じ。うわ、温泉卵の味するぞ。硫黄みたいな、そんな感じ。じゃあ身を食べてみます。カニやん。え、めちゃめちゃカニっぽい味する。全然美味しいやんこれ。
ほんまにカニは磯臭いっていうか海っぽい海水の味するけど、ザリガニは海水で生きてないからやろうな、そういう味はせえへん。カニめっちゃ美味しいんやけど、全然臭みないやん。あれかな、それやっぱ食用に生産してるんかもしれんね、養殖っていうか。もっとなんか泥臭い、ほんまにドブの匂いがするんかな思ったけど、もしかしたらほんま綺麗な水で生産されてんのかもしれんよね。この胴体のここ、うわすげえ味噌みたいなの入ってるわ、めっちゃうまっ。うわ酒のあてや、お酒ないけどバリうまい。これもほんまカニ味噌や、カニ味噌よりはちょっとあっさりしてる感じで、身の方で食べたような感じで海水っぽさがない、カニ味噌の味。あーここ絶対うまい、胴体。あーうまっ、あめっちゃ美味しいな、ザリガニってこんなんな、マジで。うんうん、この細い手は全然食べれるわ、ちっこいエビを食べてるような感じで、カルシウムって感じ。ここの見た目ちょっとグロいな。おおすげえ、この背中のところにもちゃんと身が詰まってるわ。うん、ほんでなんか慣れたからかもしれんけど、あのでっかい両手以外の部分は全然殻ごと食べれるな、おかきみたい。あかっ、いけいけいけ、触覚刺さった。なるほど、これは確かに日本人がカニを食べてたら無言になるみたいな感じで、スウェーデン人がザリガニを食べると食卓が無言になるらしい。わかるわ、この身を取り出すのも無言やし、美味しいもん。はい、ということでごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった、意外、びっくりした。これがザリガニなんや。皆さんもぜひスウェーデンに来たらザリガニを実食してみてください、ほんまに美味しい。はい、それじゃあ今からスウェーデン在住のある女性と約束が取れてるから、その方と会ってフィーカしてきます。すごいですね、これカメラです。ソフィアさん会いましたって。そうですねじゃあ入りましょう、はい、はい、ああなるほど、フィーカするならここが定番っていうか、そうですね、まあそうです、有名な場所なんですね。スターバックスとかももちろん美味しいんですけど、チェーンなんで、チェーン店ですかね、そんなになっていうか、確かに。ここがフィーカ、なんかあれですか、有名なとかあるんですか。やっぱ一番スウェーデンっぽい、はい、シナモロールです。あ、これがシナモロール。そうですね、いろんなカルドモンのやつも結構人気あるし、へえ。やっぱ初めてなら多分その一番定番、うん、定番、シナモンロール。プリンセスケーキご存知ですか。知らないです、知らない。これも結構なんていうか、フィーカなら定番みたいな、へえ。シナモロールとプリンセスケーキ、ほんまに北欧の人たちは美味しく食べてんのかどうかっていうのを検証していきたい。スウェーデン人はスウェーデン人っていうのを見た目で分かるの？決して美味しくはない I don't like it I love it, 大好きよ、ピクルス大好きだって。